ガムちゃんです。みんなのガムちゃん、チームガムでーす。せーの、ガムちゃんでーす。さあ、ということで、はい、本格始動いたしました。おー、始動と書いて、朝村と来ます。その心は、どちらも、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい。やばいやばいやばい。こんじゃまか顔引きつってるやつだから僕たち、はい、YouTube の方がまたさらに本格始動していくと、はい、いうことで、まあ、ファンの皆様に、はい、まあ、ちょっとでももっと楽しんでほしいなと、おい、見てもらいたいなと、おい、いうことで企画の方を募集させていただきました。おい、まあ、先日 YouTube 生配信でさせていただきまして、でそこで企画を送ってくださいねという形で募集させていただいたところ、なんと、おい、やった、100件以上の企画いただきました。企画好き、ありがとうございます。ありがとうございます。応募総数100超えはなかなかできないことですね。ありがとうございます。135件。いただきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。どんないっぱい応募してほしいんやろうね。まあ、でも僕らの良さで言ったら、うん、そこまでなんか NG みたいな。ああ、ないないですよ。可能な限り叶えていきたい。行きましょう。うん、そうですね。うん、まあ、だから、まあ、実際にその中でもこう厳選させていただきましたとか、僕らの中でもこう、あ、これできそうやなとかっていうのをピックアップさせていただいたものをちょっとキュッと、まとめさせていただきましたので、はい、まあ、そちらをちょっとずつ喋りながら、はい、実際にこれできるんちゃうかとかっていうのを話していこうかなと思いますので、はい、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、ではでは、僕らメンバー自身がやりたい企画とかも、うん、出していきながら、うん、企画会議を始めていきたいと思います。それではレディーゴー、会議。さあ、企画会議。まあ、これからこう YouTube で、まあ、どういう企画をしていくのかというところをですね、はい、まあ、ちょっと喋っていこうかなと思ってるんですが、改めまして応募総数135件いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それをちょっと順番に紹介していこうかなと思うんですが、はい、まあ、まずはこれは一回やったことあります。イヤホンガンガンゲーム。あー、一回できますか。あ、そうですね。普通にあれ、一回やった動画見返したらバカンボロです。めちゃくちゃ面白いんですよね。バカンボロです。こちらのちなみに英語バージョンとかも聞いてみたい。英語バージョン、ひよこさんからいただきました。そもそも、ね、そもそも英語わからなかったもん。そうだね、イヤホンしてなくてもできないかもしれない。だから予想つかないっていう意味では、うん、英語の方がしっかりと聞き取れてるというか、うん、感じれてる。ただあれ、口の動きむずいやん、うん、普通語ですらできるよね、英語な。で、口の動きはちょっと難しいかもしれないですが、続きまして、何かのルーティーン系、ただモーニングルーティーンとか、まあ、ナイトルーティーンみたいな、こうライブのある一日のルーティーンとかも聞いてみたいな。ああ、いや、全然お店でできますよ、ね。はい、これ、まゆさんからいただきましょう。はい、まあ、ルーティーン系、青いな、一回モーニングルーティーン、はい。そうやね。でも、ちょっと真面目な方ではなかった。はい、今はあるね。本当の部分、本当のやつの5人のは見たいかもね。確かに。ルーティーンって何するの？なんか変わったことを別に俺らしてないもんね、多分。だから、まあ、なんか、ね、朝起きたらどんな感じなのかなを知りたいってことなのかな、もしかしたら。モーニングルーティーンって、その、朝起きてから家出るまでを言うのかな。そのどの範囲、うん、そうじゃん。あのね、そうね、俺とか、まあ、ほんま面白くないぞ。テンションも低いし。おじょくせえありのままだ。それがモーニングルーティーン YouTube のきっとありのままじゃなくてってことね。まあまあ、ちょっと作ってみたいな。わからんけど、まだありのまま、まあ、自分の理想なとかでいい。あ、理想だったら、ね、理想やったら大変や。もう80人ぐらい女性もらうの。バッタだからじゃあキングサイズのシングルベッドでどっち理想って言い出したらそうなってくる、うん、そう、だからなんか朝ごはん、ほんまやったらこういうの食べたいとか、あ、いつもだったら作らへん、ほんな、うん、フレンチトーストとかちょっと優雅に食べながらコーヒー飲んで、うん、テレビ見て食べねえよ理想やってたからね。プールのプールサイド、あ、いいね。プールサイド、朝起きてプールサイド。なんでさっきからなんかちょっとそっち系なの。マイルスピード見すぎてるぞ。マイスピアでさっきから外国人なのね。前の日にもうパーティーして、あんた酒飲まんそして、あーちゃんさんから1万円企画。あ、俺これはマジでいろんな YouTube さん見るんですけど、 YouTube さん、 YouTuber さん見るんですけど、 YouTube さん1個しかないの YouTuber さんやと。何1万円企画で。いや、1万円使って、その全員で、例えばサービスエリアで1万円使い切るっていう、そのサービスエリアないんで。使い切るとかする。っていう企画だから、それできるかっていうことで。できるよ。めちゃめちゃしんどいです、多分。お土産なんだよ。あ、だ、決まりがあって、例えば、そのサービスエリアの、ね、ご飯だけでとか、お土産は除いて。あったらいい。あれじゃない、除いてだから。
で食べないとそれを使ったことになる。2000円ガチャすればいい。あ、聞いてるか。おい、名刺言ってんねん。2000円ガチャ何食うねん。例えば、まあ、僕らは大阪にいるから、大阪のその姉村で食べ物系で1万円企画みたいな。あ、食べ歩き1万円企画とかね。あ、それこそさ、あの俺ら食べ歩きでなんかどこやったっけ、あれ、なん新世界。あ、新世界、あそこ食べ歩き多いからさ、言ったら取るじゃん。1万円って相当しんどい。そうな、相当やな。5人やったら、だから計5万か。え、じゃじゃじゃ、5人で1万円やる。それは余裕や。1人いくら1500円。なんでやねん。でも、単価安いじゃん、あの、その単価安いたこ焼きとか。だってたこ焼き1個600ちょいとかやろ。しゅんやろ。だから、せめてみたら5万やな。一人一万。あれ、2人に気がするやん。もう食べれないよ。はい、続いて、これ多分、ひよこさん、ともさんが多分一緒に同じ感じで、あれ、内容に似てたんですかね。内容が一緒やったかわかんないですけど、大食い対決。大食いはチャレンジしてる。あれが、なんかそうやって食うとこ見たいな。食うとこって、その、生と一緒で、あの、それを感化される。例えば、それを見たいってことは、ちょっと出てたんですよね。なんか清と葵くんでお寿司100貫食べきる人。うわぁ、100貫2人で100貫だ。1人50貫で、あんまり80のやから。どういうバリアイなの。バリアイってない。30やったらなんとか本当頑張っていける。あなたが30はいける。ほんま、いけるいける。無理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 。俺全盛期で多分20。なんや全盛期。全盛期ってのはいつのこと言うてみ。高校生や。一番食べてる時や。まあ、高校行ったことないのか。お前やそれ。お前やおかしいやん。あれは。はい、続きまして、みゆさん、胸キュン対決。ああ。胸キュンね。怖いね。まあ、恥ずかしいけど、こう、ファンの希望なら、確かにね。やってもいいのかなと。結構胸キュンに関しては、ライブとかでやってきてる。両方やってきた。ラジオもしかりね。そうね。リッシーさんかな。寝起きドッキリ。よく個人的に Q にはしてた。されてたね。タカ君にもしてなかった。一回やんか。ああ、あったよね。あったよね。バズったじゃん。バズったバズった。よくわからないやつ。やっぱそういうのってみんな見たいんかな。人が脅かされてるところ。まあいや、面白いよ。面白いね。そんな起こし方とか、そうされてどうなるとか。やっぱりね。でも何よりも、そうなんか寝起きドッキリ、まあ寝起きどんな格好するとかを見てみたいなってことですね。ああ、全裸とかね。全裸の方もいらっしゃるやろ。これ危ないな。大勢もう冬やって寒くなるぞ。これ大勢は編みたいぞ。もうかっこいいですね。大勢メディキュット、裸でメディキュットやから。やばいね。いや、ノーパンメディキュットやから。ここだけしかね、大切やからね。何がメディキュット。続いて、ポン吉さん、ガムハウス紹介動画。あ、大丈夫です。それはダメです。ダメです。大丈夫です。大丈夫です。問題。ダメです。これはダメです。ダメです。NG です。NG です。言われてない。次、キノコの山のふもとさん。すごい名前なんだ。主婦聖ちゃん、聖一君に料理名のお題を出して、ヒントなしで買い物から料理まで全て行ってもらう。それを他のメンバーが、食して何の料理か料理名を答える。ちょっと面白そうですね。俺もともとね、やりたいって言ってたのよ。面白い。俺が。ただ、聖一君が全然料理知らない。そうそう、ってことですよね。だから、それこそ。キノコの山の。例えば、スンドゥブっていう、お題が出たとして、聖一はそれを自分で調べずに、そのまま、スーパー行って、実際作って、僕らはその料理名スンドゥブと知らずに出てきた、これが、キノコ入ってるやつだな。あ、まあ。入ってるところがあると思うんですよ。キノコの。そう。この、ひとしいたけみたいなやつだな。あ、まあ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 。そんな感じ、そんな感じで。まあまあまあ。ひとしいたけ。丸ごと一個みたいな感じだね。スンドゥブって何かこれ？鍋の、ああ、まあ近しいんやけどね。鍋の飯もあるスープ。ちょっとちゃうな。スンドゥブ、あの豆腐のメイツ。辛い辛い。海鮮スープかな。韓国で言う。辛くて豆腐入ったの出てきたら多分スンドゥブっていう。ああ、まあまあまあ。絵の具で赤くしてね。十食食えるかと。ベッドはどこへ。これはけど、これ面白そうですね。シェフちゃん。シェフ聖ちゃんな。聖ちゃんシェフ、お前全部出た。なんかちょっと言いにくいな。はい、続いて、肌さん。CCC さんとコラボ招集です。ああ、CCC さんね。これは、じゃあ言ってみます。で、断られたら、てか、やらなかったら断られたと思ってください。はい、続きまして、また、キノコの山のふもとさんですね。ありがとうございます。そっと鬼ごっこ。
そう面白そうだね。期間を決めてトランプのジョーカーをメンバーの私物に紛れ込ませます。ああ、なるほどね。あ、分かった。だからこうこの期間、はいはい、まあ、言ったら、ね、この1週間で1週間、メンバーの誰かのこう例えばカバンの中にジョーカーが入ってます、うん、で最終日にそのカードを持っていた人が負け。だからそれ気づいたらバレないように他のメンバーのカバンにこすとか言うて、財布とか入れてるところがダメなんね。どうする、それで服のケツポケ入れられて洗濯して、もうそれ自分がジョーカーすらわからん何日間とか。あります、あります、あります。うわぁ、たくさん書いて、帽子のこことかね、今の分かれよ、それは絶対分かれよ。やめてよ、これ面白そうですね。面白いね。どう撮影する。だからもうそのもらった人が入ってたんで、これ誰かのところに入れますって一人で撮影してを繰り返していくんじゃん。だから剣買ったら撮影できんの。まあまあまあ、尺としてはこれはめちゃくちゃ面白そう、うん、確かに。はい、続きまして、いいね。これなんて読むの、スンドゥブ。水江さんかな、うん、前に配信ライブでやってましたが、新喜劇みたいなコント見たいです。はぁ、5人でのコントね。あれガッツリね。まあ、しっかりさんもセットとか踏んでるとかね。あー、いいね、その情景が見える。一回、やってみたいね、うん、僕たちね、演技派なんで。はい、続いてみさん、聖一のとある一日に見ちゃう。何すか、とある、何すか、とある、多分聖一の日常が見たいんやろ。あー、何を恥ずかしがりや、あんた知りたがり、恥ずかしがりや、ガリアハリア。俺に関しては俺も見たいです。なんか気になるね。え、なんか新感覚あるやん。そうなんか知らんねん、普通だけたらもうずっとハト見とるよ。やばいやん。いや、もうだからマジでカメラあること、撮るってなった場合スイちゃんに言わないです。あ、言わない方がいいね。言わないです。どうやって、どうやって撮る。日常を追っかける、後ろからずっと。だからマジ気づかんだ、撮らせる人全く知らんのだ。マジで気づかんだ。知らんおじさんとかに撮ってもらって、例えばさ、車で移動してる時とかにさ、ずっと喋ってるじゃないですか、うん、で、そういうのも言うね。そう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 、チャリとか乗りながら一人で喋ったせんもんね。そう思ってない人も俺やろ、もしかしたら聖ちゃんで。だってマジで分からん。続きまして、はい、バンビさん、喧嘩ドッキリが見たいです。喧嘩ドッキリ、喧嘩ドッキリをしてほしいです。メンバー2人が仕掛け人で、他のメンバーにはドッキリで。これ難しいよ、正直。僕たち、うん、あの喧嘩は何年に1回ぐらいの、そうだね、2年に1回。しかもそのメンバーによる、うん、だって多分ここで喧嘩をしない、俺と誠一君、俺と葵君で、うん、僕はで、ここは多分たまにあるかもしれないけど、うん、でもそれは喧嘩じゃないよ、うん、そういうのじゃなくてってことだよね。こっちは全ての矛先にあるから、全件とか起きえるし、ありえるけど、でも、ありえる。え、何、本当にこういう系のドッキリ、どこまでやるかはさ、そりゃ、よく YouTuber さんとかでもさ、あるやん、笑ってしまうみたいな、うん、え、ちょっとやったよ。だからメンバー2人が一応仕掛け人ですから、うん、この仕掛け人、メンバー2人が答えて仕掛け人。あ、3人とかでいいんじゃん。それを裏回しする人とかおらない。まあ言うたら、あ、どのパターンもあるよね、うん、本当に喧嘩売られてどう出るかのパターンもあるよね。うんうんうん、でも、おかしいなって思われてもあれやもんね。うわ、そうやね。うわ、むずいね。キヨに関しては毎回ふてこいから、うん、別にいい、ここはね、このまんまなんだよ。仕掛ける側がね、うん、ちょっとむずいね。でもカメラ回っとるって分かったらやっぱ、まあ、隠しカメラにしてしまう。うん、隠しカメラじゃない。そう、だからどこまで、この YouTube がどこまで入ってくるかわかんないんだよ。それこそ隠しカメラとかついに仕掛け始めてくるのかっていう。ダメなもん。でも俺ら今まで一回も隠しカメラされたことないのに、一生こあるやろとか言って考えてない。わかってんやみたいな。はい、やったよ。それこそあれだよ、喧嘩と達也さん。うん、はい。あれが隠しカメラだったです。あ、俺はわかんなかった。あとタイアップのやつも俺とタカ君。ね、ああ、一緒にね。ああ、あった。隠しカメラあるわ。危ないね。確かに確かに。で、危ないね。危ないね。だから、ありえますよ。YouTube ってやっぱ編集できちゃうから。そうだ。生と違うから。そうだ。見せられへんとこはカットすればだけど。何見せられない。何見せられへんと。じゃあ、今ちょっとね、怪我してみる。誰だろうね、もしするとしたら。清と大勢のよくじゃれ合っとるとこから、このちょっと、何々が強くてって言って、ちょっと本当になってく。ゲームのやつでも、ムラムラ掴み合ったりとかないよね。絶対ない、絶対ない、やんの、うん、いつも空中戦、うん、ちょっとやってみよう。で、真面目に俺らも笑わんし、そう、真面目に設定ない何で喧嘩する。お互いの直してほしいところ、
言い合って、言い合っていく中でちょっと盛り上がって、お前の方がこうやんって言って、それもなんか笑ってしまいそうな方になるけど、いや笑ったよ、笑ったよ、笑うな、笑う、笑う、大勢だってもうね、そういう舞台とかもやってる、まあね、基本そういうとこできるよっていうところを見せてみて、これはもうそういう本気でそうなっとるんやっていくしかなかったっすか、で止めたりもするかもしれないし、ほんとリアルやと思って顔をパン始まって天才やもうスタート天才かよあいつ顔をってはやばい待て、やる側じゃないやつが入り込めてないってどっちか分からなかったよ。じゃあ行きましょう。じゃあキヨちゃんと大勢、よーいスタート。え、大勢さ、うん、一個だけ最近めっちゃ直してほしいなってことがあって、俺の、うん、うん、まあこれで言うべきか分からんけど、うん、なんかたまにさ、もう自分が絶対こうやと思ったことを曲げなかったりするやんか、うん、まあ、なんかよく車とかでさ、そうそう、あれやんか、うん、なんか確かに、頑固やからさ、で、どうでもよくなっちゃった時にさ、なんかもう、あ、じゃあいいわみたいな感じで、なんかちょっと放り投げるんか、放り投げる、うん、そうやろ、俺そこだけ直してほしいなって思ってた。でもさ、うん、ガイ、いや、なんか俺がされる分には別にさ、なんか無視すればいいかと思うねんけど、うん、例えば社内とかでさ、まあみんなおって、例えばじゃあ帰り、前座るタカ君と大勢がそういう愛したら、結構倹約な空気になるやん。まあな、空気やな、うん。そうやったら害じゃないかなって思うねん。うん、まあ、なるほどね。その空気が耐えれんの、耐えれんねん。じゃあ、オリベファ。そうだよ。オリベファって思う。免許持ってんのこっちだし。一応さ、あの車もさ、ガムの車としてさ、いただいたものなわけ、うん、別に、お前個人がポケットわけじゃない、うん、じゃあそれで降りれば意味わからん、いや、どうかどうかってなに、え、なんで怒ってんの逆に、いやいや、その、なんか言ったら会議中、いや、わかってるけど、俺がなんか言ったらすぐ国際に返してくるやろ、うん、いればそれ俺が最初にお前のこと言ってんの意味わかる、一緒やろ、ことの発端はだから一緒やろって、いやもう熱くなんなよ、熱くなる、うん、なるやん、いや、なる、もう寒ねえよだったどこで言ったか分かんねえな、早く言ってよ、早く、長いってもう結構何回もあったって行くところまだ行く、ただの悪口言いやがる、ちょっとただの喧嘩やろ、じゃあ見ないね、早く行っちゃう、途中でさ、途中でタカ君、俺こっちこう見ててさ、タカ君がなんかみたいなするのとか見て、最低俺もさ、あの2人の方がよ、だからそのためにあぶねえわ、あぶねえわ、やばいわ、でもまだ出て分かってたけど、あぶねえわ、そうやね、こういうのを待ってるとそう、早くちょっとこう言って、で、もうやめろよ、で、もう終わって、あ、そういう感じ、あ、今良かったんじゃないの、終わったらいいのに、投げえ、もう俺のサムネがこれで、それを今と撮ろうっていうだけ、その会話は何も流れない、何も流れない、流してはないけど、それに怒りそうやもん、なんかごめんな、ごめん、なんかなんかすごい俺の説明、お前も悪いやろ、いやでも俺無理やわ、なんかいや大勢は無理な気した、今のこの感じで無理や、うん、難しいな、大勢怒ったりこうあんま超えたりしない、したら、あ、そうね、面白いんじゃない、うん、多分バレると思うけど、バレるよ、マジでバレる、ほんと喧嘩ないんですよ、うん、そうなんですか、マジでこれはバレるわ、喧嘩っていうか言い合いはあるけど喧嘩はないから、うん、喧嘩ないな、うん、まあ、お互いのこと干渉しないんで、あ、そうなんだ、間違いない、そしてゆりゆりさん、ガムの皆さんにしてほしいことは、5月に通天閣にオープンしたタワースライダーを体験して、あ、知ってるわ、あれ面白そうですね、面白そうね、これはあの全貌は言わずに行きましょうか、新世界の、まあ大丈夫、何も知らんくていいですよ、あ、大丈夫、通天閣はあのトランスフォームして、そう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 、トランスフォームして大きい人間になって、そうで、みんなでそれ見に行こうよ、全然違うのか、タワースライダー怒ってる、タワースライダーいきなり顔怒ってない、絶対高所のやつ、通天閣ってそんな高いの、そんな高くない、高けよ、高けから高けや、高くねえだろ、高けやろ、おめえやめろ、やめろ、
よ。最後は早い。今こう全員で集まってこうなると思って一人で。違う違う。高いよ、危ないよ。まあ高いから60万円くらい。熱くなって呼び出して。はい、でもいいね。え、けど、意図は分かった。分かった。で、俺なんやってたの。いつだ俺何やってたんやけどな。俺何やってたんやけどな。またあるかもしれない。はい、続いて、タコパしながらひたすらおしゃべり配信。これはありですね。前、鍋でやったみたいな。鍋トークみたいな感じです。タコトーク。タコパ系はいいかもしれないね。うん、で、タコパを家でやるという体にして、ピンポーンってなって、メンバー一人一人お土産持ってきて、いいお土産とか、一番最初は主やね。俺主、俺で配信してて、あ、そうそうそう。ギターつって、この映る。そう。あれから、はいはいはい、サンマのまんまみたいな。ああ、はい、持ってきたよって。これ入れるタコにっていうね、大喜利じゃないですか。そうか、そうか、そうか。お酒とかでもいいってこと。あ、そうか、そうか。そうそうそう。これやろうよ。かっこいい、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 かっこいいは分からへんけど、これやってみましょう、ぜひぜひ。続いて、サポさん、ガムの楽曲のダンス動画、以前上げてるようなビートプレックスマークのような動画を他の曲でも見てみたいと。で、そしたら、他の曲ってなんかあんまり踊らんの、まあ、推しカメラのようにメンバーソロの動画を見れたら嬉しいということなので、まあ、これに関しては、だから、あっちの方を見てほしいですね。ドームミュージックの方。あ、そうね。ここからの動画のダイジェストだったりとか。あ、そうですね。こっちの方を見てもらえたらと。はい、続いて、キヨ君のスイーツ紹介。これは大丈夫ですか？あ、大丈夫な。実際どうなんだろう。あ、でも女の子やっぱスイーツ好きですから、それこそどこどこのお店で紹介とかできたら、こう今ラジオでコンビニスイーツやってるじゃないですか、はいはいはい、あれとは別で、まあ、大阪もカフェめっちゃ多いんで、その有名なこれこれ今日はこれを買ってきましたってことでなんかレビューするとかは、実際にそこまで行ってる風景も撮ると。そうそうそう、それは見たいかもしれないね。キヨだけ、キヨだけ、うん、なんであ、続いてひよこさん、5人でプレゼント交換。これ一回やった。一回やった。あ、俺なんか大勢からなんかいっぱいもらったぞ。お前そんなやったらお前新人なんか、お前、賞味期限切れた芋ケーキやぞ、お前。え、なんだかあとなんか、2000、それこそ2000円ガチャでゲットしたなんか、プラスチックのおもちゃの。プラスチックのおもちゃのポケみたいな。これ一人でもふざけるやつがいるとこういうことになります。もう、外れくじやん。ガチのってことガチの。で、これに関しては、おのおのの持ってるやつを交換やったんやか。あれ、私物やったもん。そう。じゃあ、今回は、クリスマスプレゼントとか買ってきて。あ、それは YouTube でもやってるね。はい、予算なんぼで。どこどこのブランドの何買ってきました、ね、はい。あ、欲しいってなんで。うん。だから、これはいいんじゃないですか。実際にやってみて面白いかもしれないですね。しはい。もう終盤戦ですよ、だんだんと。おっ、はい、続いて1週間まるまる脅かし続けたら怒るのか。これレナさんですね。あの、俺とかもあるね。面白い面白い。俺は一発で怒ると思うよ。俺木を一生脅かしとった時期があったよ、ね、1週間とかじゃないからこの人。うんって言っとった。昨日も退席された。全く知らん人を脅かしてみたいけど、1週間捕まる捕まるほんまに迷惑っぽいで。その1週間メンバーからじゃなくて、うん、普通に通ってるところ通行にエキストラの人に脅かしてもらうとか。めっちゃ嫌や、そのレベル。それ面白い。めっちゃ嫌やわ。うわけど、身の気を感じちゃうから、先に事前に、この日あなたはめちゃくちゃ驚かされますって聞いた上で、100人ぐらいこう、マイナスしてきたら怖いよ。あるよね、それなりで。なんだかそれ、ドッキリワングランプリみたいな。あ、そうですね、なるほど。はい。そして、リベンジ。5人でディズニー行ってみた。おー、それめっちゃいいよ。こうやってるわ、ね。一回行った時はね、もうコロナ禍に突入しちゃってて。まあ、今だからこそ、行ける。うん、まあ、その前に一回ユニバー行きたいけどな。まだね。そしてこれラストです。ゴンザレスさん。え、あの戦場カメラみたいな人じゃない？ゴンザレスって人おるよね。ゴンザレスさん、グッズ提案会。あ、やりたいこと。ダビタップセットに今後入っていた嬉しいグッズなどをメンバーファンから出し合う、はい、これは確かにあれですね、はい、俺今ちょうど着てるんですけど、俺トレーナーのまた違うバージョンは全然欲しいなと思う。トレーナーね、いいよ、ね、これとかもめっちゃ可愛いからさ。確かに確かに。普通に着てもらってんねんけど、これサンダル、これサンダルもいいよ。そうね、サンダル全員ちょうど入りますよね。ねえ、これはね、おいおい、そんなのグッズで作った覚えねえぞはい、ということで、まあ今ざっくりと、いただいた135件の中から、ありがとう、まあいっぱい絞り出して今こんな感じで並べさせていただきました。すごいな、お前ちっきりやな。ありがとう。誰が言った今そういうとこ俺ほんまに嫌いわ。俺もレンズ入ってないメガネ頭に乗せる人嫌いっすわ。ああ、やるか。何度かお前。やるか。あ、おんす。あ、おんす。ということで、まあ改めて、
タグさん、ありがとうございました。ありがとうございました。企画を教えていきました。ありがとうございます。いや、確かに実際に多分、これはほんまにやります。やっていきます。そうね。はい。現実的にこう、やれそうなやつとかっていうのをガンガンやっていこうかなと思ってますんで、まあ何より、皆さんに見ていただきたい。はい。多分頻度がすごい上がると思うんで、うん、まあまた上がってるわぐらいの感覚でもいいですけども、やっぱりこう、随時見通しですね。はい。見てほしい。で、その感想とかを Twitter とか、DM とかでいただけたらもっと嬉しいです。切り取ってもいいよ。あ、そうね。いいね。切り取ってそれこそ TikTok とかでさ、でね、回してもらえたりしたら。切り取り職人？切り取り職人してくださいよ。もちろんこう、ガムとしても切り取りをやっていくつもりなんですけども、うん、やっぱりもっともっと皆さんでやっていったら、もう言うたら母数が増えるわけじゃないですか。そうですから。だから一人何個でもしてほしいね。そう。だからスライドしたら、なんか5スクロールに1回はガム出てくんなぐらいにしたいから。うん。ぜひ皆さんに今日も、協力していただいて、はい。一緒にちょっと、大きく大きくなっていきたいと思ってますんで、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。まあ改めて135件、この中からねちょっといただいてたやつがちょっと入ってないところもあるとは思うんですけども、なんでタケノコニョッキ入ってるの、タケノコニョッキ多分おめでとうと思ってますんで、まあね、さあということで、まあ改めて、この動画がいいなと、思ってくださった方、まあこれからもっともっと僕たちもっともっと面白いのいっぱい作っていきますので、グッドボタンとそしてチャンネル登録お願いします。コメントも、そうね、コメントマジで僕ら嬉しいし、はい、活力になっちゃうよ。よろしくお願いします。一緒に喋りすぎて活力になっちゃう。はい、なので皆さんほんまによろしくね。